路線バス路線バスフェルタグスは、ポルトガルの公共交通事業者で、同国の最初の民間鉄道事業者である。リスボン市内のローマ・アレイロ駅を起点に、定所川を4月25日橋で渡り、セトゥーバル駅までの区間約54キロメートルを結ぶ、鉄道路線で運行している。主に、定所川南岸のベッドタウンからリスボンへ向かう、通勤路線として利用されている。また、鉄道駅と、 遠隔地を連絡する路線バスの運行も行っている。ファータガスという名前は鉄道を意味するコミニオースでフェロとテイジョガーの英語名、トガスから取られている。フェルタグスは EU の鉄道の上下分離政策によって鉄道施設を保有管理しているリーファーに施設使用料を支払って運行されている。2015年夏ダイヤでの平日ピルマの標準的な運行系統と 所要時間は次の通りである平日朝夕の通勤時間帯はローマ・レイロ駅とコインナ駅間が増発され10分ごとのパターンダイヤとなる。2015年現在、リスボン市内の駅からセトゥーバル駅まで4.35ユーロ、コインナ駅までは3.2ユーロ。アルストム製の総2階建て4両編成の電車、3 5 0 0系1 8編成を保有している。ありがとうございます。